フラッシングアベニュー駅は、ブルックリンクのブロードウェイとフラッシングアベニューの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄 BMT、ジャマイカ線の駅である。j 系統が平日日中の混雑方向を除く終日、m 系統が深夜隊員以外に停車する。1888年6月25日に、ゲイツアベニュー駅から、ウィリアムズバーグのドリックスアベニュー駅まで開業した際に、 BMT レキシントンアベニュー線の駅として、開業、開業当時は、トリックスアベニュー駅からバンシックレーンアベニュー駅までの区間で運行した。その後クイーンズ区方面へも列車が走るようになっている。地上からの階段とエレベーター駅は、相対式ホーム2面3線の高架駅である。中央の急行線は、平日日中に、J 系統と Z 系統が使用する。ホーム壁は白く屋根は、 赤色で、支柱は緑色となっている。ホーム端には屋根がなくフェンスが設置されている。2006年より当駅にはロビンホルダーによるマイグレーションと呼ばれるアートワークがホームの壁と改札外に設置されている。改札は2箇所ある。ホーム生誕に通じる改札からは地上への階段がフラッシングアベニューとブロードウェイの交差点南東と南西に出ている。 近隣にウッドフル病院があるため2003年にエレベーターが3機設置され、改札から地上へのエレベーターはフラッシングアベニューとブロードウェイ交差点の南西に通じ他の2機は改札から各ホームへ通じている。ホーム東端にも改札があり、こちらの階段はファイエットストリートへ通じている。1980年代に閉鎖されていたものだが、2017年6月に、 営業を再開した。マートルアベニュー線一部区間閉鎖時に無料シャトルバスとの乗り換えに使用されており、14丁目トンネル閉鎖の際にも無料シャトルバスとの乗り換えに使用される予定となっている。ありがとうございます。